NFL US World Team member. I've overcome a lot of adversity in my career, and the best advice I can give is to stay true to yourself, have a team of supporters around you, and believe in what you're doing. Go Team USA! Go for the gold! ご視聴ありがとうございます。外出を自粛なされている方も多いと思います。今回はスケーターの皆さんの楽しそうなシーンをご覧いただきながら ASU が羽生選手について今季を振り返っていますので、そちらの記事をご紹介していきます。羽生結弦、宇野昌磨、ネイサン、ジェンらが戦う頂上決戦は幻に、予期せぬ形で今季終了となったが、国際スケート連盟は、公式サイトで、2月の4大陸選手権で、男子初のスーパースラムの快挙を達成した羽生について、振り返っています。快挙は今も心に焼き付いている。韓国、ソウルで行われた4大陸選手権。羽生はショートで、バラード第1番。フリーで、生命、というピョンチャン五輪を制した演目を再演。合計 299.42 点をマークし、初優勝を飾った。これにより、ジュニア&シニアの主要国際大会を、完全制覇する、スーパースラム、という、男子初の快挙を達成した。ショートでは世界歴代最高得点となる。111.82 点を記録するなど、観客を魅了した羽生について、ISU は公式サイトに掲載した記事で、譲る、羽生は最も成功している、スケーターと言える、と称賛。4大陸選手権での演技について、こう記している。日本のスターはショートプログラムで、極上の演技を見せ、世界最高記録の、111.82 ポイントを叩き出した。フリープログラムの、生命、の、演技はパーフェクトではなかったが、変わらない力強さを見せつけ、優勝した。男子66年ぶりの五輪連覇を達成するなど、輝かしい実績を誇る羽生だが、4大陸選手権の優勝はこれまでなかった。ISU は記事で、羽生が語った言葉を、次のように紹介している。勝ったことで安心というか、ほとしています。4大陸選手権は私が参加する大会の中で、最も勝つことが難しい大会だったからです。だから最終的にこのタイトルを獲得できたことが、本当に幸せです。ファンにとっても念願だったタイトルを、本人も喜んでいたことが伝えられている。また、中国のスポーツメディア、新浪体育は27日、日本のアスリートイメージ調査で羽生結弦が1くらいに、と題して調査結果を伝えた。中国のネットユーザーからは、さすが羽生結弦。納得の結果。私も羽生結弦に一票。彼はすごくかっこいい、光の妖精だ。五輪を連覇し、スーパースラムを達成しながらも、現役を続行して自分に挑み続けることを選んだ。その意思に敬服する、といった声が上がった。羽生は中国でも人気で、2018年の平昌大会で五輪連覇を達成した際には中国のネット上で賛辞が相次いだ。また、中国国営の中央テレビ、クトブ、が羽生を絶賛するツイートを連発して話題になったほか、あまりのフィーバーぶりに、春節はこの日本の青年が話題を独占。クトブも陥落した、などと報じるメディアもあった。